お寿司がめっちゃうまく感じる。撮影します。うるさいです。はい、どうもマイカラーです。はい、というわけで、はい、3月ぐらいから更新できてるんですけど、うん、競馬の企画を、まあ、以前やってて、まあ、それをサブチャンでやろうかっていう、うん、マイカラーっていうチャンネル作ったんですけど、まあ、ちょっとそっち、ね、やっぱ底辺になってバタバタしすぎて忙しすぎてそっち手つけられへんと、まあ、ちょっと今回、まあ、ゲーム系な感じで、はい、まあ、ちょっと久しぶりにマイカラーで競馬企画やろうかなと思って。なるほど。題して、はい、ジュンジュンのおじいちゃんの予想全乗っかりしてみたー。ジジイを、そうです。まあジュンジュンのね、ジジイおるじゃないですか。ジュンジュン、じいちゃんのことジジイって呼んでるんですよ。俺はもうずっとジジイって呼んでる。育ちが悪くてね、ジジイとババア、ジジイとババアって言ってるんです。まああれなんですけど、結構僕ら普段からプライベートでも競馬してて、うん、まあ、ジュンジュンのちょっとじいちゃんどんな予想なんか一回電話してみようやっていう、まあ、遊び感覚で、ね、結構やってて、でジュンジュンのちょっと耳遠いでな。まあ年が年やから、まあまあ、70も超えて、70超えて、うん、なんでジュンジュン以外が普通に喋ってても、うん、ジュンジュンと思うんですよ。気づかんもんね。そうそうそう。で今回ちょっと俺が電話してジュンジュンのおじいちゃんに、うん、で予想を聞きます。はい。で俺の予想ね、多分ジュンジュンのおじいちゃんめっちゃ硬いところね。いつも硬い。硬い。一番ガチに硬いから来るから、まあ、ちょっとそれにちゃんと今回どうなるのかっていうのをかけて、はい、ちょっとおじいちゃんありがとうって。でもバレたらお前負けやん。バレたら俺が負けするわ。というわけでね、はい、早速ジュンジュンのじじいに電話していきたいと思います。行っちゃいましょうか。じじい、何や、今日の予想は、え、今日の予想は、もちもち、今日の予想は、え、今日の予想は、うん、まだあるんかい、何もあらへんわ。あ、そう、何を買うんや、こんなもん買ったらへんぞ。バタバタ賞はもう入ったらめちゃめちゃ大きいやろうけど。じじい何で行くん。うん、そんなん買わないわ。じゃあ今日は買わんほうがええ。今日買わんわ。今日買わんほうがええ。買うとしたら、うん、3番。3番。だから3番ちゃうわ、これ5番やな。5番。5番7番。5番7番とはそんなに買おうかな。5番7番やな。買わんじゃええとで。ああ、わかった。はいはい、ありがとう。やめとけ。ああ、ありがとう。うん。はーい。孫としてはショックや。なんで孫の声わからんねん、じじい。じじい、詐欺気につけてな、マジで。ほんまじじいに詐欺やってみようか。じじい、詐欺かかるわ、これ。でも、じじい的には今日やらん方がええと。でも、買うなら5番、7番言うてた。じゃあ、ちょっと5番、7番買ってみて、ほんまにこれで外れたら、ジジイさすがやなって。そやな。うん。買わん方がええって言ってるから今日は。じゃあ5番7番俺ら1000円ずつ出して。うん。単勝で5番と7番を1000円ずつな。1000円ずつ、うん、はい。はい。じゃあ早速ね、馬券の方買っていきたいと思いますんで、この後レース映像をお楽しみください。やめとけ。いけ。スタートしました。いいと11番のヒンドゥタイムズ遅れました。後方です。さあまず先行争い、外から15番ルヌルージュ飛び出していきますが、内からは4番パッシングスルー、さらには9番ノーブルマーズ、そして内2番のウィンエクシード、これら先団も形成して5番のマイネルサーパス、4番手につけていきました。3馬身リード、内を通って2番のウィンエクシード、2番手1馬身半差、9番ノーブルマーズ3番手、あとは3馬身切れて15番リュヌルージュ、離れた4番手向正面に出て、今日は5番手に5番のマイネルサーパスがつけました。さらには13番ブラバス、向こう正面中間 1000m 切りました。1馬身半差10番ソウルインパクト、12番バンケドミンゴ、14番ゴセアグレイト、外から上がっていきました。その後7番エアウィン8番アウトライヤーズ、
さあ内を分けて4番のパッシングスルーが先頭ですが、最内コーナーは2番のウィンエクシード、今度は先頭に変わるか。その後3番手に5番のマイネルサーパス、これらは外を回って第4コーナーから直線コースへ入りました。その外からは13番のブラバス、そして内をさばいて3番のクレッシェンドラブも上がってきている。さあ13番ブラバスか、そのうち3番クレッシェンドラブ、2頭の争い。12番バンケドミンゴ、3番手、3番クレッシェンドラブだ、ゴール2着13。はい、というわけで、まあ、今回ジジイの予想を全乗っかりしてみた、はい、ダメでした、うん、まあまあまあジジイの言う通りですってことでね。てかまあなんならジジイの予想はやるんだから。そうやな、うん、うん、間違いないよな、合ってんねんな、合ってる合ってる合ってる、やらん方がいいやなこんなんな。はい、というわけで次回ちょっとジジイにオレオレ詐欺してみたちょっとやりたいなと思いますんではい検証、ね、引っかかると思うな、うん、検証しましょう、うん、はい、これは予防としてもね、予防として、うん、これはジジイはマジで気をつけた方がいいから、うん、というわけでまた明日の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくねー。